2020から2021シーズンの NBA は NBA の75回目のシーズンである。新型コロナウイルスの影響でレギュラーシーズンは72試合に短縮されておりカナダ・トロントに本拠地を置くトロント・ラプターズはフロリダ州タンパにあるアマリー・アリーナで今シーズンはホームゲームを行うこととなった。NBA フリーエージェントの交渉は2020年11月20日より 開始され、11月22日から期限までに契約が交わされる。2019から20シーズンが夏に終了したため、トレーニングキャンプの開始日を2020年11月10日に延期した。プレシーズンは2020年12月11日に始まり、12月19日終了。2020年11月17日、NBA は、 レギュラーシーズンの試合数を72試合と定め、期間を12月22日から5月16日に行うことを発表した。インディアナポリスで開催予定だった NBA オールスターゲームは2024年へ延期となった。ノート2月1日の時点で合計23試合が延期となった。2021年の NBA オールスターゲームは、 新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため中止となっていたが2月5日に NBA トンブッパが3月8日にジョージア州アトランタでオールスターゲームを開催することを発表したプレイントーナメントは5月18日から5月21日にかけて行われ各カンファレンスで7番目から10番目に高い勝率を記録した4チームずつが参加最初に 7番目に勝率が高いチームと8番目のチームによる試合と9番目のチームと10番目のチームによる試合がそれぞれ行われる。7-8ゲームの勝者はその時点でプレイオフ第7シードを獲得し敗者は9点ゲームの勝者と第8シードをかけて対戦する。なお9点ゲームの敗者はその時点で敗退となる。プレイオフは 2021年5月22日に開始予定。ディビジョン優勝太字シリーズ勝利ホームコートアドバンテージ NBA ファイナルは2021年7月6日に開始。NBA.com より2020年7月21日、NBA はステートメントエディションのユニフォームのロゴをナイキからエアジョーダンのレーベルに切り替えることを発表した。トロントラプターズと NBA は カナダ政府との話し合いを続けてきたが、特例措置が認められず、アメリカからの入国が認められるまでは、ラプターズはアメリカ国内に仮の拠点を移すことになった。テネシー州、ナッシュビルやミズーリ州、カンザスなどいくつかの候補地の中から、ラプターズはフロリダ州タンパにあるアマリーアリーナに決定した。シーズン開始から、ホームゲームの全試合で観客を受け入れているアリーナは、 7チームのみとなっている、スポーツポータル、ありがとうございます。